はい、フィンチャンネルです。5月1日に新作たくさんのご購入ありがとうございます。徐々に多分この動画が、見ている頃には届いてるかなっていう状態なんですけど、気に入ってもらえたら嬉しいです。新作夏に向けて、どんどん作ってるんですけど、結構新作もだしサンプル系というか試作で作ってるものも多いので、ザザッと紹介していきたいと思います。シラカップ作ったよ。シラカップこの4カラーとかって珍しい。これね、めちゃくちゃ数作らないとダメなんですよ。で、結構気合い入れて作ってます。数もこれ何がいいかって言ったら、まあこうやって重ねれるし、で収納でこう折ったらもうこのまんまコンパクトにもなるし、あとね、一番良かったのがこれいろいろ使いよって、取っ手がね熱くなんない。ここをカチッとロックしてもらったら、ここぐらいまではね熱くなるんやけど、もうここらは全然熱くなんないんで、まあけどそれも時間によってやけど、一体型のやつは熱っとかってなりよったのが、案外熱伝導がここは悪いのでおすすめ。ほんと便利やった。これでね、アヒージョとか、なんか軽く炒め物したりとか直火 OK なんで便利です。これがね、5月末もしくは6月入るかも。で、防水バッグ、これ前回と比べたサイズアップしてます。これにもう一個鴨柄2色展開でいきます。サイズがね約 1.5 倍ぐらいに大きくなったバージョンですね。ほんと船の上とかキャンプとか泥の上でも水の上でも置けれるから超便利。大きいサイズちょっと欲しいなってずっと言われてたんですけど、やっと出来上がりました。で、まあ、これもまた説明するけど、こういう防水バッグってポケットとかドリンクホルダーって結構つけれそうでつけれないんで、ぜひぜひお試しください。あとはね、何があったかな、ドランクレイジーの新色海カラー、動画見てもらったらすごい驚きの動きをしてくれるペンシルベントです。あとサクッと、あ、そうそう、これ仕上がってきます。今月5月中には仕上がってきますので、これまあフェイスガードやけど、冒険用品とつららとフィンチで共同で作ったやつですね。こういうやつ、またピンタとは別の使い道、これとはね別の使い道で、結構鼻周りとかしっかり作られてるので、これはこれで使うかなっていう便利商品。あとですね、半袖系がね、あ、これもうちょいで完売するからね、なくなったら当分作れませんので、お早めに。ウォルフ超駆け足でいこっか。ドライ系が、6年ぶりに半袖を出します。半袖この2色だったっけ、この2色か、ネイビーと黒と半袖、まあ真夏仕様ですね。まあ釣り行く時はね、これ着るんだったらもうアームガードとかつけてほしいけど、街中とかだったら十分これでいけます。あと綿朝極厚生地、これとこの白と、ここ置いていこうか、白とと、この薄い淡いピンク、この3色今年は
まあ夏はこればっかりになるよねっていうぐらい汗をかいてもさらっと切れる感じの。あとですね、これフロリアの5、名前を忘れてしまったけど、フリーリー、フリーリーや。これが去年のバージョンが、どれやったっけ、あ、これか、これやったんやけど、ちょっと長めに作ってます。去年ね、若干短いなって言われる方が何人かいたんで、今回ちょっと長めに作ります。言うても2センチとかなんで、まあ2センチ変わったら結構変わるんでね、長めに。サイズはそのままで、ちょっとだけ膝、前は去年は膝上やったのが膝ジャストぐらいな感じで作ってます。あとですね、これはみんな待ち望んでいるフロリアの5ベース、あの完全ノーストレスなハーフパンツです。で、休みの日とかでも本当まずこれ履きたいっていうようなパンツ、おすすめで。まあこれはこれでまた詳しく一個一個取るとして、そんなもんかな、そんなもん。あ、そう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 、 68ml がやっと上がってきます。5月の中旬に、予約をします。で、5月末か6月の頭ぐらいデリバリー予定で動いてますので、 68ml もうちょっとお待ちください。この他にも小物系とか、そうそう、これもね、やっと完成したよ。日置台、焚き火台かとか、まあ小物系とかもどん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 上がってきてるんで、6月5月中旬から6月頭とかにかけていろいろ楽しんでもらえるかなと思いますので、ウェブショップの方をチェックしてみてください。